海上で貨物船が入っていたため、市長インターチェンジから市長空港インターチェンジの間を続けての中に通行が始まっていました。消防署に市長インターチェンジから直接市長に市長インターチェンジまでの間の通り過ぎでは通行が始まっています。市長インターチェンジから直接市長インターチェンジから15分後にかけて土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。また既に各地で土砂災害が相次いでいます。関係などには近づかないようにしてください。そして落ちた可能性がある運営会社の作業などは十分注意するよう呼びかけています。消防に通報があります。